はいさーい。はいさーい。あれからもう寝れずにちょっと悔しいんでね、リベンジしたいと思います。沖縄丸羽クワガタ、なんと確率的に言うとまあ1、2%らしいですね。見ないで、あの人生終わる人の方が多いと思うんですよ。まあな、テンフォーよりもすごいだと思います。そんなにクワガタマニアでも木にいるっていうの見たことある人は、なかなかいないと思うから。へえ、見つけられたらすごいですよこれ、うん、見つけましょう。今回はね、もう長靴で来てるんで、うん、どんなとこにもついてきます、うん、そして、うん、最強の武器を手に入れたんで、これ見てください、これ口がやばそうなんだけど、子供のなんかおもちゃみたいな感じで、なんかすごい。これでもう次ハチが来たらこれ、ね、みんな竹内が助ける。で、ハブもいるんでね、はい、ちょっと気をつけて、はい、で、クマが出たら、もう、サボトさんが戦いになるんで。死んだふりした方がいいっすよ、死んだふり。ちなみに、あの死んだふり、意味ないらしいっすよ。意味ないっす、意味ないっす。怒られるらしい、普通に。ここ、脳天に聖剣付けした方がいいらしい、また。俺、初めの一本のネタですよ。やっぱり、向こうも反撃あったら逃げるみたいで。なんか動画では、大きい声を発声するって聞いたので、あと、目を見ながらゆっくりバックする、剥がる。またほら、ああ、サイズ的に言ったらこんな感じ。でかー。あ、やばいやばいやばい、ごめん。なんかドキドキするんだ、こんな太い木見たら。なんかいるんじゃないかって。ゴリラにそうだな。ゴリラ。正式名称だけど。なかなか、あ、エビ？あ、見て、かわいいエビがいる。あの目と目の間にダッカクって言ったら角みたいになるじゃん。それがね、すごい短いのこれ。それでトゲなしのうまい。ヤンバルの沢にどこでもいる。海からみんな上がってきて。海から上がってきてるんですか。みんな上がってきて。面白い名前が、うん、トゲなしって、うん、絶対人の目標なんだろう。トゲがないから南ヤモリだ。ああ、反対側回っていったね。そしてあの雲なんだよ、あれ大走り雲です。大走り雲、雲の巣を張らない雲。すげえ、すごいですね、すぐ名前出ますね、うん、職場仲間をなんか紹介してるかのように。あれは金城さん。最近休みがつだけどみたいな。これが前に来たほら、ザトーンです。カマジュのモデルになったとか言ってたほら。これ液中とか言われてて、雲じゃないよ、ザトウムシ。へえ、すげえ。はい、ザトウイチが逃げた。ザトウイチって目が見えないやつだ。勝ち組の方のタケシね。俺が巻き組みたいな。おお、この木を踏んで連動してこの草が動いて、ピタゴラスイッチみたいな。そうそうそう、こうこうこうで何かが出てきたっていう。これね、山人の人はそれ分かるって言ったの思う人います、多分。山登りあるある、これ速度感が無反応なくらいが得られてないですよね。あれ、ヤンバルクロギリス、割と最近見つかったやつ、1982年だった。あ、10年落ちぐらいですね、じゃあ。10年落ちって。これ、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 これ雲って、ソロテボってしてた？海を渡るんですよ、糸に乗って。糸に乗って、タオパイパイ、うん、みたいな感じで糸に乗ってスッて風に流される。風に流されるの。カエさん、ほんとっすね。海を渡るみたいです、あの、うん、風に長く出してから。あ、ちょっと風の抵抗を受けて、そう飛ばされると。へえ。な、別に嘘とは言ってないけど。そうなんだ。え、何これ。ここ、ヌタバ、イノシシの。あ、イノシシ、ここ気をつけて、ダニいっぱいいるから。あの、今度試してごらん、あの短パンサンダルで山に入ったらマダニはつくから。すぐつくから。マダニに関しては死亡例が出てるからな、恐ろしいよな。結構でかくない。あ、あそこ、これ新しいね、最近だよ、ほら。結構でかいですね。でかいな、この辺とか、ほら。あ、ほんとだ。足跡みたいですね、これ。200キロあるな。200キロって沖縄は100キロいかないです。100キロいかない。なって70キロがでかいぐらいしかないです。70でもだいぶでかいですよ。70キロ寂しいぐらい。俺の方が一応10キロはもうマッチングはできないですね。じゃあ俺が五分五分ぐらいだな。五分五分ぐらい。たけしに角があるかないかみたいな。あの6月のシーズン始めの時、夜歩いてて、でっかい親子とね、ウリボーがね、4、5匹、3匹ぐらいかな、ちゃんと見てないけど出てきた、この辺が。へー、うん、また子供守るために突撃とかするんですよね、タックル。あの、人間が強気でいけば来ない。もう俺のあれだから、勝手に当てにしちゃいけないかもしれない。もしかしたら襲ってくるかもしれない。うん、うん、イノシシが出没する地域 で車に衝突してね、あのめっちゃへっこんでましたよ、ドアが、うん、車が車と衝突したんじゃないかっていうぐらいへっこんでました。へえ。最近ね、恩納村とかにも結構出るよ。恩納村の駆除隊に入ったら大体1万ぐらいだったかな。で、それで生計立ってる人もいるんですよ、うん、でも恩納村に住んでる人しかもう入れないみたいな。あー、ニット1万ってことですか。いや、1匹1匹。じゃあ1週間かけて1匹取っても1万円。1万円赤字ですよね。1日1匹捕まえれば一応30万か。30万。月30万ですね。沖縄全土大体中部か北部めっちゃいますからね。石川にもいますよ。
一匹捕まえたらもう上がれますよ。2時間で上がれますよ。上がれます。早上がり。早上がり。お疲れ様でした。2時間勤務。簡単に取れないだろ。夢のあるってことですね。夢はあるかわからんけど。この辺キミハブいっぱいあるから気をつけて。キミハブ情報入りました。わあ、キミハブチャンス。うわあ、何これ。ねえねえ、でかでかでか、何ある？あれだ。何ある？なんかいた。ゲジゲジ。これ。今尻尾しか見ないけど。これ謎。え、これ足取れてない、もうすでに。ほらこっち。これ生えてくんのかな。生えてくるんじゃないですかね。これどうする、たけし、これ。俺これね、美味しいって聞いたことあるな。これ美味しいんですかこれ。オレンジの部分見て。ジューシーさありそうだ、ね。美味しそうだよねこの。ジューシーではあると思う。手多くないこれ。手なのか足なのかどっちか分からんけど多いな。多いよね。うん、ってことは。この本数だけ楽しめる。一本一本食べんの？バリ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 と。一応なんか足が多いやつって美味しいですよね。カニとかもなんか、うん、食べますか。じゃあ食べますか、はい、食べますか。食べましょう。持ち帰りましょう、はい、ちょっとね虫食べがないんでね、はい、こちら軍手かっこゴッドハンド。こちらこちらで取るの、はい、マジ毒とかないでしょ。これ毒ありますよ。マジで言ってる。微量ですけど毒があるらしいです。噛まれたら痛いらしいですよ。めっちゃその毒で腫れるらしいですよ。口が熱いからこう押さえて取ればいいじゃん。なるほど。いきます。頑張れ。うわ、意味わからん。意味わからん。口熱だよな。理解この意味わかんないっすね。ああ逃げる逃げる逃げる。捕まえた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 。もう一本手袋押し。ああ取れた。やばいやばい。おこおこおこ。捕まえた捕まえた捕まえた。あ、捕まえた捕まえた。あ、捕まえた捕まえた捕まえた。噛まれてる噛まれてる。うわ、これ牙、牙。え、噛まれてんの今。あ、牙が、顎が。うん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 。ひっくり返す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 。ああ、気持ち悪い。ああ、気持ち悪い。怖い。うわ、怖すぎるだろ。しかも噛まれたの？顎がこうなってて、うん、これで挟まれた。軍手じゃなかったら噛まれてたね。トマトの車いるよ。いやー、じゃあこれは持ち帰ってね。はい。唐揚げでもね、何でも食べましょう。食べましょう。じゃあ行きますか。皆さんもうすでにポイントついてますこれ。え？なんか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 いたいたいた。あ、なんなんなん。あ、これ沖縄ヒラタです。あ、沖縄ヒラタよかった。これ取って大丈夫。取っていいやつですか。はい。これはよっしゃ。あ、やばあ、落ちた。パワーはパワーそこできますか。今日はハルオ君に挟ました方がいいね。ハル行くいいぜ。挟まないね。これ爪と指の間とかどうすか。爪と指一番痛いね。嫌がってますね。嫌がってますね。じゃあ、これもらおうか。あ、あ、じゃあ、タオさんがゲットです。お前よ。かまそうとしましたね、今。よいしょ。大丈夫ですか。ちょっと今、この転んだと思った。お尻、どんな足か。大丈夫ですか。お尻、うわ。あ、いい感じ。汚れちゃったな。ちゃいましたね。迷彩のズボンになってる。クワガタに噛まれるとかったわ。お前挟まれたこと一回もないから。噛むから。待ってない時に体張るから。痛い。お尻痛い。剥げてる。あ、本当だ。で、どこが剥げてるんですか。あ、本当だ。剥げてる。ストレスでなんかあれじゃないですか。脱毛したんじゃないですかこれ。円形脱毛ちゃったこれ。まさすごいなんか労働時間長かったみたいな。木もストレス感じるみたいですね。皆さんも気をつけましょう。えマジっすか。カメラマン、こちら。いや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 。でか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 。何がいたん。でかでか。何がいたん。すげえすげえ。これ丸バレ丸バレ。丸バレ。天然記念物。ほら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 。触ったらダメだよ。触ったら逮捕。天然記念物じゃないんだけど、種の保存法ってその保護されてるわけよ。マジで見つかった。あ、結構角が短いんだ。これね、そんなに大きくないからね。てか体が大きいっすね。厚みがあるでしょ、ヒラタとか。はいはい、全然違う、全然違う。ヒラタさんの厚さはこんぐらい。で、あちら見て。丸羽さんの厚さが全然違う。太っ。カブトムシみたい。こちらですね。体だけ。そうだね、体だけカブトムシみたいだな。置物みたい、全然動かない、ね。動かんない。微動だにしないですね。これがね、あと1週間、10日ぐらいすると突然狂ったように歩き出すもん。まだ解明されてないんだけど。はい、あ、理由は。そう、だからこの秋の早い時期じゃないとなかなかこう、見れないっていう。ついてるのがね。触れるもんなら触ってみろって感じだよね。煽られてる。あ、でも触覚が若干動いてんのかな、ね、触覚が若干。これ嬉しい。これ嬉しいっすね。見れてよかった。これね、皆さんにも見せてね、よかったな。うん、ちょっと怖かったんですよ、今日いなかったらどうしようっていう。うん、果てしなかったっすよね、本当に。もうリパーって聞いて、うん、今日も断ろうかなと思ったんですよ。
俺も仲間諦めてましたからね、いるわけないんだろうって確率相当低いですからね、うん、ボツになってるんですけど、ここ来る何回も来てますもん、すでに来てます、ね、そうですね、何回もボツになってて4、5回ぐらい来てます、うん、実はあのね、これ正確に言うとこれね、発生木って言って丸バネクワガタがね、産卵しに来る木なの。え、この木がですか。なんていう木なの。これスダジーっていう木。スダジー、スダジーってあれじゃない、実確か食えますよね、スダジーの実。どんぐりが食べれますよね、うん、何で知ってるんですかそんなの。なんかね、ニコニコ動画で見たニコニコ動画亀五郎さんがね、やってました、ね、あ、亀五郎さんね、スダジーの実を食ってて、ここ来るまでにね、はい、1時間以上歩きます。そうですね、もう尻餅もつきますからね、一回下って上がって下って、うん、そうだね、これ何回も続けます、うん、人生山あり谷ありなんだなって思いましたね、うん、ここ向かう途中に毎回思うんですけど、テントあった方がいいんじゃねってぐらい冷水器置きたいですよね。 YouTube 初公開、初公開。これテレビでもレアですか。あんまり見たことないね、テレビでもレアですけど、 YouTube 初公開ですよこれ、皆さん。田松さん もう記念撮影撮るぐらいすごい。いや、これは撮るって撮ってますね。こっちほら、さっきのゲジがいるよ、大ゲジ。天ぷらがいるらしい。天ぷら今日もいるらしい。そうだよ。あ、いた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 、いいね、いいっすね、大ゲジ。うわ、でっか。あら、ちょっと撮りづらいっすね。あれ撮れないだろうな。でも撮るものがないですからね。そう、網がちょっとね、もうすげえいいんじゃない微量の毒が。まあこれは見逃しますか。噛まないの。さっき顎でこうやったんですけどね。やられたみたいなんで、ちょっとビビってる。怖いっす。ちなみにこれがやっぱ産卵、ここに産卵しに来るわけよ。え、丸、さっきのクワガタもそうそうそう。なるほど。こういう穴があるからね。平田クワガタとかもそうなんだけど、最初にオスが出る。はいはい、でね、発生してすぐはね、やっぱこの木の周りにいてね、メスが出てくるの待ってんだよね。繁殖するために。メス待ち。そう、繁殖する。出待ちしてんだ。うん、出会い系。そう、だから多分丸バネクワガタも一応メス待ってんだけど、でもね、1週間10日ぐらい狂ったように歩き出しちゃって、多分来てもいないと思うんだけど。これメスは大きいんですか、サイズは。メスも最大でね、56mm、5.6cm ぐらい。でかっ。でっかいね。コバみたいだ。多分また来年再来年ここには多分出ると思う。あ、これですか、食えるやつ。あ、これだ。これが食えるやつですね。なんだっけ、スダジー。ひもじ。ひもじじゃん。スダジー。スダジーです。スダジー。スダジーの実ですね。少ない時とね、全くない時とか、取れる時は取れるんだけど、ない時本当にないんだよね。じゃあこれ本当にどんぐりコロコロするか。貴重なタンパク質。やってきますか。さあ、どんぐりコロコロするのか。はい。ポトしなかったっすね。どんぐりポトポトですね。どんぐりがあるとクマが出るからね。ジェニオ琉球ヒグマが相当根に持ってるな。田畑さんが一回驚かせたらしい。驚かせようと思ってクマの真似したらしい。吉田さん超驚いて飛び跳ねて逃げたみたいな事件があったらしいですね。それがトラウマですね。夜中の3時ぐらい。絶対怖いっすね。ノーマルに山の中にちょっといるけど一番怖かった。どんなふうに出たんですか、田畑さん。それはもう怖いじゃないですか。それ怖いって。木の後ろに息殺して。琉球ヒグマって言われますよ。はい、さーい。なんとスマホから久々の球児チャンネル登録ができるようになったんだ。キラリをクリックするとどうなると思う。今おさえなチャンネル登録ができるんだ。流れ見抜ける仲間に右をクリックするとどうなると思う。関連動画の登録ができるんだ。言いたいことはそれだけだ。放送を見くれる336秒通知。